桜坂でございます。ここもバブルの廃墟という風になってると言ってええのかどうなのかね。空き家があるんですよね。ほんで開発の途中のところもあるし、結局ねこういうところを開発して建ててもここほんまに大丈夫かということと、ここもそうやったかな、その土砂崩れの危険地域に大阪府のハザードマップ、この辺の人見てますかということですよね。でこの近隣のところではハザードマップ、大阪府のハザードマップですよ、そこでは土砂崩れ危険地域に入ってんだけど、河南町はそういうことを町民にお知らせをしていないということがありますので、どうぞこの辺の方もですね、そのハザードマップ大阪府のものですよ、そこをちゃんと確認をしていただきたいなというふうに思うんです。でそれを言うためにこれ撮ってるわけじゃないんだけど、これですよ、ワールド牧場ですね、ここですね。これ冬になったらね外へ降りられへんのですよ、道が凍ってもってね。でこの看板、もちろん選挙看板でございます、自民党ベテラン議員ですね、正弘ちゃんね。でここの土地がですね、これ見ていただいたら分かるように、大阪学芸高校大学なんかよく分からんけども、まあ学校の、私立の学校の土地なのか、それとも公の土地なのかははっきりいたしません、今のところですよ。当期一時こんな取らんからね。せやけども、仮にここが私立学校のもんであったとしても、私立学校は補助金を得て運営をしておるわけですから、まあ言うたら半分公みたいなもんですよ。そういうところの土地をですね、こういうふうに使ってええのかということですよね。でこれが許されるんやったら、要住宅販売なんかでこっちですよって書いて立ってる人おるでしょ、ああいう人もいらんしですね。あと店の宣伝なんかで用立ってチラシを前、まあ、チラシを巻くために人がいるんかもわからんけども、その人かってチラシここですよって言っておいてですね、そのままほちらかして看板だけ置いといてええんかということになるわけですね、まあ、そんなことにはならんわけですから。でこの人はですね、告示日には私はちゃんと確認してます、告示日の今翌日ですから、もう今になっては蓋をしてますけども、要はあるポスターですよ、3年4年ポスターでね、そのポスター自身が違法ではないかも分かりませんけども、本人の顔写真、候補者ですから、それが告示日にも出しとったらあかんということでね。でひどいのは、彼の家ここ桜坂にあるんですけどもね、総合運動公園をずっと上がっていったところの、だいぶ上がったところの左側にありますわ、そこの正弘邸にですね、焦げ茶色のなんかレンガみたいなやつやったかな、壁がね、そこに2枚ほど貼ってましたわ。でほんまはそれを取りに来たんですよ。で110番して警察呼んで、これどないやねんということでやりたかったんだけど、もうそれは剥がされておりました。ほんで他のところも見てますけど、他のところも正弘ちゃんの顔だけは隠されておりますわ。でそれからもう違法ではなくなったんですよね、昨日のやつをちゃんと現行犯でやっとけへんから、それは私のミスなんですけども、そういうようないじましいことをですね、政府与党ですよ、この人ポットデイじゃないからね、自民党議員だからね。で自民党の議員なんかもお手伝いにも来てるし、ため書きなんかも事務所をちらっと見ましたけどたくさんありますから、そういうような政府を挙げて違法行為をさせておるのかというところですよ。だからこそ多分昨日なんかは来たんじゃないかな、自民党の手伝いの人なんか、今9月議会ですけどね、祝日ですから、でちょうど来て、で私が河南町におるっていうのも、まあ、分かってる議員はおるでしょうからね、そういう中でですね、これ置いたまましてけど高いや来るでと言われたんじゃないですか、だから直したんかも分かりません、ひょっとしたら私以外の誰か見てる人がこんなもあかんやろって言うたんかも分かりませんけども、まあ、自民党の他の他市の議員が来たらですね、こんなもあっかいっていうのは言う人はおるでしょうからね。せやけどもですね、その自分のところ の, その議員としての与党としての矜持というものがこれ感じられないですね。で今まさに時としてですね、河井夫妻が買収の疑いで公判にかかっております。多分あんな周りがみんな金もろた、しかも金もろたんは認めてる、さらにですねその金は買収のための金であるっていうようなことをもろた側が言うてますから、まあ有罪になるんかなと思ってますけども、そういうようなことになる、そのもともとの発端がこういう些細なことじゃないんかということも言えると思います。立法者ですから、まあ、ねこんな見え見えのことをなんですんのかなと、田舎やから地盤看板で通ってんのかも分かりません。そういう方々っていうのはここは洋さんいてますわ、確かにね。で岸原なんかでもそうです、町会長なんかをやったらそれのおかげで通るととか、まあ、1000円巻いて俺の名前かけっていうのは俺よう言うてるんだけども、そういうような選挙に
通ってくる、そういう人間だからこそ本当の、市民にとっての政治ができないということになっておる。で、私のようなですね、これあかんやろというような人間は全員で落としにかかってくるというようなね、そういうようなことがまあ言えるわけですけども、その民主主義自体を破壊をする、その発端となっているような、まあ、些細なことですけども、そのうちの一つであるという事例で記録をしておきます。